岐阜県道410号苗木、江那線とは、岐阜県中津川市と岐阜県江那市を結ぶ一般県道である。岐阜県道410号苗木江那線、中津川市仙段林にて、国道257号下路市方面から江那市中心部に向かう場合によく使用される路線である。かつて有料道路であった。 国道257号の中津川道路10月10日より無料開放の抜け道に利用するドライバーも多かったが、現在は幾分減少している。途中、丸岩峠付近は道幅が狭く、カーブも多いので、通行には十分注意が必要である。木曽川にかかる見え橋からは、下流方向に江名橋の風光明媚な警告日が見られる。 JR 中央本線美濃坂本駅付近からの路線の後半は、旧中線道で、街並みや道標、赤道の一律化後、地蔵村などかつての街道筋を思わせる風景が見られる。終点から 1km ほど旧中線道を進むと、JR 恵那駅などがある、恵那市の中心部に至る。岐阜県中津川市内儀の波松交差点が起点。起点から南に進む。 三重峡で、江名峡を渡る。丸岩峠を越え、美濃坂本駅すぐ西の踏切で、JR 中央本線と交差する。間もなく、突き当たり、右折してしばらく進むと、旧中線道となる。那須川地区を過ぎ、江名市に入る。岐阜県江名市大井町の岐阜県道401号、江名峡公園線交転が終点。上流側の上山大橋から望む江名峡にかかる。 岐阜県道4 1号苗木、江奈線の三重京、ありがとうございます。